県内最大の信用金庫の誕生です。今日、浜松信用金庫と磐田信用金庫が合併し、浜松磐田信用金庫が発足しました。今日発足した浜松磐田信用金庫は、県西部を中心に92店舗を構え、預金残高はおよそ2兆4000億円で、信用金庫では県内トップです。合併による相乗効果の発揮によりまして、課題解決サービス、この大幅なレベルアップ、これを図ってまいりたいというふうに考えております。会見では、国連が提唱する SDGs、持続可能な開発目標を取り組むための専門部署の設置などが明らかにされました。早速、店舗に訪れた利用者からは期待の声も聞かれました。浜松と磐田とお客様もいるので、お客様のお支払いとかも楽になったりとか、手数料なども、一律になったりするので、お客様にも便利になるかなって。今年県内では信用金庫の合併が相次ぎ、6月に島田信用金庫と掛川信用金庫が、7月に静岡信用金庫と焼津信用金庫がそれぞれ一つになります。